ということで、こちらですね、組み立ててみました。ゆたどきの皆さんにいただいたこちらは、ザック2でございますね。SD ガンダムだと思ってなかったんで、どんなものが来るのかなと思ったら、そう、SD ガンダムだったんです。で、SD ガンダムのプラモを組み立てるの、実は初めてで、あ、SD ガンダムかって最初ちょっとね、ちょっとだけ思っちゃってたんですけど、なんかね、組んでみると SD ガンダムって今こんな結構すごいのね。なんか結構かっこいいでしょ。思ってたよりもすげえかっこいいから、ちょっと塗装もね、ちょっと汚し目の塗装をしてみましたけれども、まあね、ちょっといろいろ濡れてないとこもあるんですが、そう、目をね、モノアイをちょっと勝手に金色にしたり、ちょっといろいろしてみましたけれども最初は、あー、 SD ガンダムかーに、ちょっとだけね、ちょっとだけ思っちゃったんですけどいただき物なのにちょっとだけ思っちゃったんですけど、なかなかどうしてかっこいいじゃないですか。すげえいいね、このサイズ感やっぱいいですよね。 SD ガンダム、 SD ガンダムっていうとどうですか。僕なんかはあのファミコンの時のSD ガンダム、カプセル戦記か、 SD ガンダムのな、2かな、ガチャポン戦士の2だと思うんですけど、カプセル戦記、あれをねめちゃめちゃやった思い出がありまして、ね、対戦もできるし、あのコンピューターとの対戦もあるんですけど、友達とかとね、よくね SD ガンダムの対戦をやってた。すげー楽しいのよ、ね、カプセルで、3になってからちょっとだけね、3もね、でもナイトガンダムとか確か扱えたんですよ、武者ガンダムとか、それがあったんで、3だったと思うんですけどね、3も3で楽しかったんですけど、やっぱ一番楽しかったのはカプセル戦記ね、あれは楽しかった。ということで完成しました、こちらのね、ザク 2F 型、ありがとうございます、達也さん、亀岡さん。今日はそれとね、このユタドキーの皆さんにもらったこちらを組み立てたよっていうお話と、ありがとうございますというお話と、そ、ガンダムとまた全然違う話になっちゃうんで、あれなんですけど、私がやっておりますこのね、ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト、こちらのゲーム、福引きの S 確定の福引きがちょっと来ておりまして、 iPhone の画面録画もしやすくなったということもあって、今日はちょっとこの福引きを引いていこうかなというふうに思ってるんですけど、 S 確定の福引きはね、ちょっとものすごい重要なのよ、このゲームにおいて。だからすごく気合を入れて引かなきゃないんですけど、まずですね、知らない皆さんのために、お話をしておくと、このね、まあいわゆるガチャってやつですよ、いわゆるゲームのガチャっていうやつなんですけど、福引きがあって、だいたい1日1回とか何回か引けたりするんです、無料でね。今回はその無料分として、この地図福引きスペシャルと呼ばれるものと、真珠フェスと呼ばれるものと、ランク S 確定地図福引きと言われるものがあるんです。で、これが3つばかり引けるんで、これをちょっと今日引いていこうかなと思うんですけど、銀の地図と金の地図があるんですけど、金の地図が出ると、まあ、結構いいものですよ。で、その中でランク S 確定っていうのは必ず金の S 以上のものが出ますよというものなんです。で、今日はそれを引いていくんですけれども、重要なのは、まあ、魔王を引けることっていう感じですね。で、まあ、今日はちょっとね、この地図福引きスペシャルから、引いていこうと思うんですけど、これは確か魔王とか出ないんだっけかな、 S は確か出ないような噂、ちょっとね、真偽のほどは定かじゃない、 S が出るって言ってる人もいるらしいんですけど、これは S が出ないっていうことで有名なやつなんです。まあ金地図は出るんですよ、ランク A の金地図までは出るらしいんですけど、まあこれはね、ちょっと気軽な気持ちで、金が出たらまあまあいいやみたいな気持ちで引いていきます。これはまあ大体気軽な気持ちで引けるんですけど、まあ金の地図が出たら OK。 さあ、綿棒の交換をタッチすると、トントントンと、今日3つですね、3つ。はい、銀、銀、銀と、はい。まあ、これは、銀、銀、銀、はい、C、B、C、はい。これはですね、これはまあ、大外れと呼ばれるやつですね。まあ、これは銀世界と呼ばれる大外れなんですけど、
まあね、ベリアルはもう今更ね、今更ベリアルは。で、こちらの地図福引きスーパー、この真珠フェス、これは、いわゆる、炊き出しと呼ばれるもので、これはですね、超ファンファーレが鳴れば、ランク SS の地図が当たるという素晴らしい真珠がね当たる福引きでございます。こちらも、まあ、こちらは結構重い気持ちでやります。で、僕この福引き引くときに、だいたい目閉じて、目つぶって引きます。それなんでかっていうと、音で楽しみたいんですよ。音でね、音で楽しみたいんで、まあ、ワッターボーの目をつぶって引いて、いい音、ファンファーレが聞こえたら金地図が出てるっていうことなんで、目つぶって引きますね。ワタボーの股間を音でね、音で楽しみたいんですよ。これね、皆さんもぜひやってみてください。最初に音で、さあここまで僕は何が出たかわからない、何が出たかわからない、音がどういう音これは普通の音です。だから銀地図が出たってことです。銀地図が出て、はい、シュプリンガーね、はいはいはい。まあこれはもう、これはもうしょうがない、これはしょうがない。で、次は、地図福引きスーパー福引きパスで1回引くと呼ばれるものがあります。これがまあ俗に言う自炊と呼ばれるやつなんですけど、これも SS 出る、 SS 出る可能性がありますんで、これもちょっと目つむっていきますよ。ワタボーの股間をタッチと、来い、ファンファーレ来い、ファンファーレ、ファンファーレ来い、ファンファーレ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 、テレレレレッテッテッテン。これは普通の、はい、ギズモが出ましたね。来ないな、ファンファーレ、ファンファーレ。で、問題のこのランク S 確定地図福引きですよ。こちらは必ず金地図が出ます。しかも S 以上なので、ファンファーレが絶対鳴ります。これがねめちゃくちゃ怖い。ファンファーレが絶対鳴るんですけど、まあ、魔王欲しいのは魔王、今欲しいのはオムド、ミルドラ、まあ、そのあたりですかね。あとインヘーラーでもいい。あとドークを持ってないんで、ドークが出てくれたらちょっと嬉しいなっていうのはあります。いやどうしよう、引くか引くか、それは引きましょう。これは絶対ファンファーレが鳴るんですけど、どうしようかな。これもちょっと、うわー怖えー怖えー、これもちょっと目つぶって引きました。うわうわ、 いきますよ、いきますよ。皆さんは、皆さんの方が先に見えるはずです。僕はね、ファンファーレを楽しみたいんで、これファンファーレは決まってるんですよ。でででで、さあそれで何が出たかですよね。 S、 僕が欲しいと思ってる魔王が出てるのかどうか、せーのでいきましょう。せーの、ドンと。は、誰？おー、オムドじゃん。オムド、オムドロレスは結構当たりです。私の中では。と申しますのは、今ですね、オムドが無星の状態で1体いるんですけど、これでようやく星1のオムドが完成しますんで。まあまあ、よかったね。まあちょっとオムドパ結構使ったりするんで。いやー、オムドが出てくれて本当に良かったですね。皆さんは何が出ましたか？よかったらコメントとかツイッターで教えてくれたら嬉しいです。あとですね、僕が、やってるチームね、チーム金玉の方、最近ですね、全然何のチャットもやってなくてですね、皆さん本当すいません。もしね、これに加入してくれてる方がいたら本当すいません。なんかね、ちょっといろいろお話もできたらいいかなと思ってます。まだちょっとチームのメンバーに若干空きが出ましたんで、チームに入りたいと思ってくれてる方がもしいたらですね、直接
ツイッターとかがいいかな、直接言ってくれたら空きがある限りなんとか ねじ込めるかなと思いますんで、教えてください。ちゃんとね、ちゃんとプレイをね持続的にやってる人でね、やってる人でお願いしますね、その場合は。いさあ、ということで、今日はこちらですね、ゆたどきの皆さんにもらったこちらのザク2組み立ててみたよという動画でございました。じゃあね。